中国ら記録的な豪雨が続き、都被害を受けた住民は3800万人、死者。行方不明者は計141人に上っている。豪雨と上流からの水が重なった影響を受け三峡ダムの水位が超警戒状況まで高まった。三峡ダムの水位はすでに176メートルに達し、警戒水位を約上回った。 洪水対策は厳しい情勢にさらされています。当局は水位を下げるため、未放水量を過去最高の毎秒68,800立方メートルに引き上げたが、水位が設計最高水位を超えるのを防ぐため、再び放水量の引き上げが必要になる可能性がある。二沿岸地区で発生した大雨や洪水によって長江に大量のゴミや枯れ枝が流れ込み、三峡ダムを塞ぎ、 設置されている合計26台の水力発電ユニットに影響を与える可能性が指摘されていた。豪雨は今後さらに数日間、広い範囲で続く見通し。部の地域では豪雨になり、局地的に非常に強い豪雨になる恐れがある。中央気象台は、北京市、天津市、河北省、遼寧省などの降水量は、泉木以来最も多くなり、 四川盆地西部では豪雨、または非常に強い豪雨が降り続くと予想している。中国気象局は重大気象災害緊急対応命令を発令し、南部では、関東省に先週上陸した台風に続く豪雨で22人が死亡。被害総額は86億元、約1400億円に達した。千頭市では堤防が決壊して低地の民家が浸水し、 10人の死者が出た。中国各地で水害が発生しているのを目にし、多くの人が心を痛めているが、各地で水害防止、災害救助の取り組みが秩序よく進められている。各地では国民の生命安全の確保が一番に置かれ、隠れたリスクの炙り出し、救援活動、人々の避難など様々な取り組みが着実に行われている。 雲南省ルシュイ市ラオウタウンのゾンユアン村とロンファ村の合流点でソンマオ川で土砂崩れ災害が発生し、図書館の高速道路は完全に遮断され、1台の車両が流され、多くの車両が損傷しました。多くの家が流され、人々は閉じ込められました。公式報告によると、現在、死傷者はなく、具体的な災害状況を計算中です。 被災した省の中でも、江西省は被害が深刻な省だ。住宅街が茶色い水に覆われ、消防隊員がゴムボートで住民を救出しています。現地では村に駐在する医師300人余りを組織して、毎日船で往診に出かけるようにし、被災した人々に医療サービスを提供している。現在、 全国222河川において警戒水域を超えた洪水が発生しており、過去5年間の同時期における最多を記録している。26河川では保証水位を超えた洪水が発生しており、6河川では歴史的に類を見ない大型の洪水が発生。記録的な豪雨による水害が広がる中国の長い流域で、 支流河川が土砂崩れでせき止められて周辺地域に氾濫する恐れが強まったことから当局は住民数千人を避難させた部地域で洪水による混乱はあったもののの消費者物価は上昇が加速生産者物価の下落は鈍化した10月の食品価格は中国中部や南部が見舞われた洪水の被害と輸送への影響などで押し上げられた 豚肉価格は前年同月比85.7%上昇。中国当局は国家プロジェクトである長江三峡ダムの建設が社会と環境に深刻な問題をもたらしていると認め、それによる地質災害及び社会問題に緊急に対応しなければならないと表明した。三峡ダムの建設について当初から学会と民間では異論が絶えなかったが、 中国当局は断固として建設を推し進め、そのプラス効果を強調し続けてきた。今になって、当初から指摘された問題点を認めたという当局の姿勢変化について、一部世論では、関連の問題はすでに相当深刻になったためだと指摘する。